ねえ、朝だよ。おはよう、起きた方がいいよ。あ、おはよう。お、びっくりしてるね。昨日のことはちゃんと覚えてる？君、飲みすぎたこいつを心配して家に泊まったんだよ。あ、恥ずかしいな。昨日は迷惑かけたみたいでごめん。飲みすぎたね。バイトまでもう少し時間あるよね。朝ごはんだけど、作ってもらえたら嬉しいな。なんて、甘えたらダメかな。いつもちゃんとしたご飯作って食べてるって言ってたじゃない。ああ、ダメだ。嬉しいや。顔が笑う。かっこ悪い。でもやっぱ嬉しい。これが毎日だったらいいのにな。ほんと楽しいのにな。そこの君、ちょっといいかな。よかった。まだ元気みたいだね。は、こないだの電波男。情報を引き出せるような相手でもないんだよね。会話するだけ無駄か。少し前にも来てみたんだけど、君、バイト休んでたよね。体調はもう大丈夫？でも、今度の合宿。あれはすごく危険な匂いがする。仲良くする相手には十分注意して。は？もし君に誰かから恨みを買ってる自覚があるなら、特に気をつけた方がいいと思う。おまわりさん、おまわりさん、ここに不審な人がいます。ストーカーかもしれません。バイト休んでたとか、今度合宿があるとか、どうしてそんなに何でも知ってんの？怪しいことを言ってるって思う？でも、いるだろ？君のことを邪魔だと思ってる人。いっそ、殺したいと思っててもおかしくない人。お付き合いなさるくらいで、一騎様をご自分のものだなんて思いにならないでくださいますね。もしそれをお忘れの時を、死んでいただくかもしれませんわね。また来た。俺の言うことが怖い。意味がわからない。けどね、それはすべて。大丈夫。ご主人様、申し訳ございません。お怪我などございませんか？ああ、うん。俺は全然問題ない。それより、彼女を休ませてあげて。大丈夫。裏行って休んでて。はぁ、びっくりした。でも、今回は大したことなかったみたいだね。二人に心配かけちゃった。君、バイトの邪魔してごめん。俺ももう近づかないようにするよ。俺と仲良くすることも、危険因子の一つだしね。じゃあ、もう会えないと思うけど、元気で。話、打ち切られちゃったね。何なんだろうね、あの男。ル？ねえ、僕の声聞こえてる？うわ、やっぱ聞こえてなかった？いや、別に合宿怖いねって話してただけなんだけどさ。そっか。今日も少し記憶が蘇ったからね。また少し君と遠くなったんだ。君との共同生活もあと少しなのかな。どうかした？踏切開いたよ。あ、
そうだ、これ。リカから私忘れてたって預かったんだ。妖怪女から？それはあれかな。果たし状とか、呪いの手紙とか、サイコさん的な嫌がらせ文とか。ごめんね。理科幹事なのに、合同合宿のしおり私忘れられちゃ困るよね。え、合宿のしおり？なんだ、合宿のしおりか。それはむしろありがたいや。てか、幹事理科なんだ。でも体調は大丈夫？シナノは寒いと思うよ。今日も立ちくらみを起こしてたでしょう。いやー、行かないで済むならあんまり行きたくないよね。でも記憶の刺激になりそうな重要な機会だもん。逃すわけにはいかないよね。もしかしたら合宿で強い刺激を受けてそのままお別れなんてこともあり得るのかな。本当に大丈夫？何かあったら僕を頼ってよ。今月末までは君の彼氏なんだから。僕はこいつを信用してもいいのかな？こいつに君を任せて消えてしまってもいいのかな？皆様、おはようございます。本日からの合同合宿で幹事を務めるリカと申します。明賀大学3名、聖地大学15名、全員揃ったようですわね。それでは皆様、本日から3日間協力し合って麗しい合宿の日々を過ごしましょう。リカさん、お荷物をお持ちします。あら、ありがとう。でも私にもこのくらいはモテましたよ。あれが幹事か。朝っぱらからおかしなもん見たわ。あれと3日間一緒なんだ。気持ちはよくわかるよ。ビリヤード同好会なんだし、こじゃれたいい男でもいないかなって期待してたんだけど、向こうの部員は想像通りほとんど女。一輝さん以外の男はたった一人か。ないなぁ。ないですよね。そっちのたった一人の男性部員も正直ないです。うん、だと思う。ごめん。ビリヤード同好会の合宿で18人中3人しか男いないんですか？信じられないです。私も信じられない。てか信じられないのはそっちの学校のメンバー構成でしょ、うん、ですよね。すみません。ふーん、ミネも来るって聞いてたけど、一期の方と同じ大学だったんだ。こっちの部員のあと一人は男だったんだね。一期以外でここにいる男は似たようなオタク系が二人だね。どっちがどっちの大学なんだろう。まあ男子部員は害なさそうだし、どっちがどっちでもいっか。っていうか、ミネもサワも合同合宿の目的は相手校の男子部員だったんだね。先輩のお友達ですか？うん、サワっていうの。あんたは？ミネです。先輩とはバイトが一緒で、いつもいろいろ教えていただいてます。そうなんだ。合宿中よろしくね。てか、あんたはイキさんファンじゃないわけ？うん、アタックして振られました。二股はかけない、乗り換えはしない主義だそうです。一輝先輩って遊び人だけど、自分ルールがあるんですよね。
まあ先輩が別れたらもう一回チャレンジしてみてもいいかなーなんて。おいおい、なるほどね。じゃあもうしょうがないから3人で仲良くしてようか。ですね。え、そこで話がまとまるんだ。それでは皆様、移動を開始いたします。はぐれないようにご注意くださいませ。シナノ、それは都会の暑さに疲れた人々が一時の涼を求める観光地。そして今は真夏、シナノのベストシーズン。なのに寒っ！さすが山の上、冷えるわ。ですね。入ろう、中入ろう。ですね。間違ってる。その感想、夏のシナノの感想として間違ってる。皆さん、こんにちは。山荘シナノ寺のオーナーです。本日はビリヤード同好会の合同合宿と伺っています。当山荘は定員20名となっておりますため、本日から3日間は皆様の貸し切りとなります。皆様にお貸しできる遊技場はビリヤード場をはじめといたしまして、ダーツとゲームのコーナー、テニスコート、ゴルフコース、射撃場、温泉、温水プール、エステサロン、人工スキー場とうとう各種取り揃えております。ちょ、定員20名なのにどんだけ遊び場所あるの？それではどうぞごゆっくりおくつろぎくださいませ。ナイスミドル。はい、一輝さんの次くらいにいい感じです。君たちもさ、少し他のこと考えようよ。それでは皆様、まずはそれぞれのお部屋にお手荷物を置いてきてくださいまし。その後は練習時間となっております。二大学揃って早速ビリヤードをたしなみましょう。お部屋の場所はこちらにご用意した部屋割り図をご確認くださいませ。さて、どうなってるのかな。あ、私あんたと同じ部屋みたい。あ、サワちゃんと同室なんだ。それならちょっと安心だね。漢字権限で妖怪女と同室にされて延々脅されるかと思ったよ。とりあえず部屋に荷物置いてこよっか。でもって、あのオーナーに名前聞きに行くから、あんたも付き合って。やっぱりそこか。よし。はいはい、ありがとう。でも少し静かにね。打ち損じるでしょ。一気だったら大丈夫だよ。ねえねえ、後で私に打ち方教えてね。やめなよ。彼女さっきから後ろで見てるよ。知ってるけど、一気はそんなの気にしないでしょ。
ん？ビリヤード教えてあげるのにどうして彼女のこと気にする必要があるの？だよね。はあ。予想してたとはいえ、すごい騒ぎだね。いつにも増して。なんか一気口動かしてる？君に何か言ってるのかな？見てて？どんだけ自意識過剰な野郎だ！自分がかっこいいと思ってるのか？くっそ、確かにかっこいいよ！さっさと撃てばいいじゃん。どうせ入れるんでしょ？とてもまともにビリヤードできる雰囲気じゃないね。みんなの視線が怖いったら。どうする？もうちょっと見てる？向こう行く？ねえ、なんか彼女こっち見張ってるんですけど。え、やだ、ほんと怖い。怖いのはどっちだよ。はいはい、彼女のことはどうでもいいでしょう。情報収集も無理そうだし、ファンの子たちも怖いし、沢ちゃんのとこ行こっか。にしてもこの合宿はなんだろうね。一騎さん見学ツアーとでも銘打った方が良かったんじゃないの？とてもじゃないけど、ビリヤード同好会の合同合宿とは思えないわ。まったくだね、僕もそう思う。ん？はーい、空いてますよ。こんばんは。あ、ミネじゃん。何？遊びに来たの？いえ、リカさんに言われてお誘いに来ました。これから下のラウンジで夜中までトランプ大会だそうですよ。お二人もどうですか？トランプ大会ね。オーナーも参加するそうです。マジで？行く！よし！トランプ大会か。そういう無礼講っぽい集まりって情報収集になりそうだけど、ハーレム状態の一気を見ているだけに終わるという気もするよね。あ、あんたどうする？そう？じゃあ悪いけど私行ってくんね。あんたも遊びたくなったら後から降りてきなよ。それじゃあ先輩、失礼します。じゃあね。さて、一人で残っちゃったけどどうしようか。これからの作戦会議でもする？あ、ビリヤードのルールって覚えてる？もし忘れてるなら僕を教えてあげられるけど。あれ、また誰か来た。あれ、いたんだ。って、ノックしておきながら返事待たずに開けんな。ごめん、てっきり下に参加してると思っていきなり開けちゃった。タイはないよ。残念だな。どうせなら着替え中だったら面白かったのに。ちょっと、平然と着替え中にバッタリシチュエーションを望まないで。行かないの？下、盛り上がってるよ。自分の部屋にいると見つかりそうで逃げてきたんだけどさ、ここに潜伏させてもらっていい？僕と二人きりになるのが怖いなら、どこか別の部屋にしておくけど。
ありがとう、助かる。隣、座っていい？はぁ、疲れた。最近本当に驚くくらい話してもらえなくて、一体どうなってんのかな？いや、もともと今やってるみたいな集まりには顔出さないようにしてるんだけどね。だってほら、僕がいるとみんな僕に構ってくれるから、ゲームにならないでしょ？今はたまたま君がいたけど、大抵一人で隠れてるんだよ。ねえ、僕が人気者に見える？違うよ。本当は邪魔者なんだよ、僕は。はっ、参ったな。まさか言い当てられるとは思わなかった。今まで誰も気づかなかったのに、本当に君にはかなわないな。うん、本当はね、寂しい。普通に、ただ普通にみんなと遊びたい。普通に話がしたい。喧嘩でもいい。君みたいに普通に話してほしい。例えばケンはさ、僕のことをバカにしたりもするけど、手放しで褒めたたえたりしないでしょ。君もそう、嫌なものは嫌、やりたいことはやりたいって普通に言ってくれる。それだけのことがすごいんだよ、僕には。本当に奇跡みたいなんだ。想像できないだろうね、僕の生きてる世界。いつも僕と話してくれる君にはすごくありがたいと思ってるよ。多分君が思ってるよりずっとずっと真剣にね。ねえ、もうしばらくここにいていいかな？話させて。どんなつまらない話でもいいから、普通の話聞かせて。君の声を聞いていたいんだ。